僕は女子高生に殺されたい。東かびっくりした。ごめん。何書いてんの？ああ、見ないで。見ない。本当？文化祭のクラス演劇の台本。2年はクラスごとに演劇やるのが恒例なのらしいな。京子は演劇部だから任されたの？ほっといたら誰も書かないし、戯曲集から選ぶみたいなのつまんないじゃん。あと私書きたいの。演劇部の部長が書くから書かせてもらえないし。なんてまだ何も思いついてないんだけど。東は演劇好き？嫌いじゃないかな。ガラスの動物園とか。あ、テネシー・ウィリアムズ。ごめん。あとエミリーの恋人知ってる？うん。あまり知られてない戯曲だけど、京子のイメージがエミリーに重なって急に思い出した。映画にもなってるからさ、見てみて。うん。あ、絶対見る。うん。文化祭は11月8日か。のんびりしてられないな。うん、殺されたい。僕は殺されるためにこの学校に赴任してきた。どう思ってる？東山先生いい先生だと思う。愛か東のこと好きなの？登場人物は揃った。先生二人きりだと名前で呼ぶんだね。こんなとこ誰かに見られたら。絶対条件、完全犯罪であること。待ってたんだよ、君が女子高生になるのを。思いってさ、もしかしてどうして？お前何企んでんの？やっぱりあの子。キャサリン、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 キャサリン。君なら僕を殺してくれる。やるなら俺が殺してやるよ。キャサリン、女子高生じゃ。女子高生に殺されたい。